FM 802. Design your fantastic future. Fantastic future.5月3日金曜日、時刻は8時を回りました。坂東紗耶香さんのポッピンフラッグに代わって、ここからは FM802 デザイン Your Fantastic Future。 こんばんは、ファンタスティックスの中島聡太です。今から1時間大阪南森町から生放送やっていきます。よろしくお願いします。久々の生放送嬉しいですね。そして紗耶香さん、ありがとうございました。リクエストステージ本当にこう皆さんとお会いできて嬉しかったですし、そうなんですよ。ファンタスティックスが出番終わって結構メンバーを見に行ったら、ちょうどさやかさんの横だったんですよね。僕らが沢夏くんが横にいて、でみんなでノリノリな、でさやかさんもかっこよかったです。その乗り方、全曲知ってるから歌いながらも聞くし、そうですよね。結構皆さんのやつを一緒に見てましたけど、全曲知ってるし、口ずさみながら歌ってるのもかっこいいなと思いながら、いやノリノリでしたよね。本当にありがとうございました。いや本当にリクエストステージ楽しかったですね。なので後ほどね、少し話すとこもあるんですけども、まあ今日はですね、国民の祝日ゴールデンウィーク後半戦スタートですね。来週の月曜日までお休みが続くリスナーの方も多いと思うんですけども、今日でもね、新幹線で大阪まで来たんですけど、そこまで混んでるわけでもなく、でも確かに昼間とかは天気もいいし、親子で子連れの方がたくさんいらっしゃったイメージですね。まあワイワイしてましたけども、あとやっぱね、今日めちゃくちゃいい天気だったんで、休日にしたらもう完璧な、どこへ行くにも本当に気持ちいいし、歩くだけでもいいし、まあお仕事の方もいらっしゃると思いますけども、お仕事する上でもやっぱ気持ちいい天気だなって思うね。本当に最高に、僕もこう新幹線向かいながらも、こう天気良すぎて眩しいから、ちょっと下げないといけないね、このなんていうんですか、この窓もったいないなと思いながらも下げましたけども、いやもうそれぐらい天気が続きましたけども、まあ今夜はですね、質問メッセージ待っているんですけども、今どこで聞いていますかみたいな質問をちょっと聞いてみようかなと思います。なんか前回もご飯屋さんで聞いてるんですけどとか、どっかのテーマパーク並びながら聞いてますとかもあったんで、ちょっと今皆さんはどこでこれを聞いてくださってるのかというのを送っていただけたら嬉しいです。そしてファンタスティックチョイスコーナー宛のメッセージも待っています。あなたが今この後すぐ、もしくは今週末までのちょい未来の案件で、選択しなければならないことを送ってください。いい未来が訪れますようにって思いで、僕が直感で選択します。受付は FM802 ホームページにあるリクエスト&プレゼントのバナーをクリック。コーナー宛メッセージは最初にファンタスティックチョイスと書いてからメッセージ投稿してください。そして僕たちファンタスティックスはですね、今週初めて FM802 のライブイベントに出演しました。4月29日月曜日、大阪城ホールで開催された FM802 スペシャルライブ、企業銀行プレゼンツリクエストステージ2024、アジアンカーフージェネレーションさん、そしてジ・オーラルシガレスさん、バウンディさん、ピープルワンさんと一緒に出演させていただきました。これが本当に802さんのライブイベントはね、ファンタスティック初めてだったんで本当に楽しみでしたし、やっぱり当日ずっとテンション上がってました。こうファンタスティックスを初めて見る方も多いと思いましたし、リスナーの方でこうこのデザインはファンタスティックフューチャーも聞いてくれてる方は、中島聡太くんは声は聞いてるけどどんな人か分かんないみたいな方も多かったと思うんですけども、それも含めてですね、初めて会う方でもやっぱ音楽が好きな人が本当に集まってるなという、なんか楽曲でもクラップだったりとか手挙げてくださいって言ったら、全員が奥か奥上まで本当にこう一体感を生んでくれてですね、やっていて楽しかったですし、パフォーマーももう汗だくで、僕も汗だくで過去一汗かいたんじゃないかなぐらいのこう盛り上がりでですね、本当に楽しかったですし、こう先輩方だったり他のアーティストの方のライブも感じることができて、とてもとても貴重な日になりました。そんなですね、僕たちのパフォーマンス、この DYFF オープニングナンバーはリクエストステージファンタスティックスライブ音源からスタートです。FM802 デザイン Your Fantastic Future ファンタスティックス、中島聡太が生放送でお送りしています。ちなみにリクエストステージではですね、僕が FM802DJ としても
お仕事チャレンジしてきました。出演者全員にですね、ライブ終わりに僕がヒーローインタビュー、収録させていただきました。いや嬉しいですね。これ来週からの DYFF で皆さんにお届けしていきます。時刻は夜8時8分。次にですね、聞いていただくのはこの FM802 今月の洋楽ヘビーローテーションナンバーです。LA を拠点に活動するスリーピースバンドワローズですね。まあ、夜の始まりポップで軽快にロックサウンドでいきましょう。ワローズで Calling After Me。今夜 DYFF を聞いているあなたのゴールデンウィーク後半戦の夜はどんな感じでしょうか。それではメッセージ紹介していきたいと思います。そのリクエストステージについてのメッセージ届きまして、ラジオネームありありさん、ソータさん、こんばんちゃー、こんばんちゃー。先日のリクエストで、参加しました。ありがとうございます。もちろんお目当てはファンタスティックスでしたが、私も音楽が大好きで FM802 のフェスには学生時代からよく足を運んでいたので、今回ファンタスティックスが FM802 のステージに立っているのを見ることができて感動しました。ソータさんの気持ちよさそうに歌っている姿を見ることができて嬉しすぎて涙を流しながらずっと手を掲げて盛り上がりました。嬉しいですね。だから学生時代から行ってたその FM802 さんのフェスに、しかも今はこうやってね、応援してくださっているファンタスティックスとして出てるのは嬉しいですみたいなメッセージは何よりも、しかも涙を流しながら手を掲げてってなんかいいですね。全部盛り上がってくださってる感じが嬉しいですね。ありがとうございます。ラジオネームみさきさん、そうたくん、こんにちゃんちゃん、こんにちゃんちゃん。私はこのゴールデンウィーク、香川県にうどん作り体験に行ってきます。いいね。食べるのも大好きなので、うまくできたらいいなとすでにワクワクしてます。そうたくんもぜひ今度体験してみてください。うどん作り体験いいね。そのまま食べれるのもいいですね。絶対いい。うまくできたらいいですけどね、こうちょうどいい、あの出すの難しいんじゃないですか、腰とか相当難しい。頑張ってください美咲さん。ラジオネームルナさん、ソータくん、こんちゃこんちゃ。私は今温泉帰りに DYFF 聞いてます。ラジオの時間に合わせて始まるまで温泉入って、今歩きながらお母さんに付き合ってもらってます。嬉しい。温泉終わりに、だからこの時間に合わせてそれをもう予定してってことですよね。嬉しいな、それは嬉しい。この DYFF を基準に今日は動いてるってことですよね。ありがとうございます。こう湯冷めしないようにね、温めながら帰ってほしいなと思います。ラジオネームホリリンさん、ソータくん、こんばんは、こんばんは。私は今お仕事終わりの電車の中で聞いてます。遊びに行っただろう人たちがいて羨ましいです。なるほどね、帰り道っぽい人が多いんだ。楽しそうな感じの帰り道ね。確かに。でもお仕事お疲れ様です。そして聞いてくださりありがとうございます。マイさん、ソータくん、こんばんちゃ、こんばんちゃ。私は今ちょうどマックでミュージックバリューを聞き終わり、家に着いたので家でのんびりしながらラジオを聞いてます。父と弟を連れて一緒に喫茶マックを食べながら聞いてきました。ありがとうございます。そう、今マクドナルドさんで喫茶マックというね、商品3個あるんですけど、それのゆうせいくんと一緒に CM も出させてもらっていて、ミュージックバリューというね、こう店内で流れる放送、まあ、ラジオっぽい感じですね、を僕と堀夏くんで今流してもらってるので、ぜひ皆さん聞きに行ってください。よろしくお願いします。そして今家ではゆっくり聞いてくれてると、ありがとうございます。ラジオネームリスのみーちゃんさん、そうたくん、こんばんわたあめ、こんばんわたあめ。今バイトの休憩でバイト先の狭い休憩室から聞いてます。ありがとう。毎週 DYFF 大好きで千葉から聞いてます。そうたくん、愛してるよ、愛してるよ、届きました。すごい、ありがとうございます。バイト頑張ってくださいね。ここから多分もう一回バイトがあると思うので、頑張ってくださいみーちゃん。嬉しい。いろんなところでね、このバイトの間でも聞いてくれたりとか、帰り道とか、それこそ温泉入った後に聞いてくれる、嬉しいですね。ありがとうございます。メッセージもありがとうございます。大阪南森町から生放送でお送りしているデザインはファンタスティックフューチャー、曲を続けていきましょう。お送りするのは、先週ゲストで出演してくださったスキマスイッチさんのこの曲なんですけども、まあ、ご本人にもお伝えして大好きなんです。そしてカラオケでもたくさん歌っていましたという、曲なんですけども、この曲の後、先週のオンエアでは収まりきらなかった、僕中島ソータとスキマスイッチのお二人とのアディショナルゲストトーク聞いていただきます。聞いてください。スキマスイッチで僕の音。お送りしたのはスキマスイッチで僕の音でした。そしてですね、なんと先週に引き続きこの方々がゲストに来ていただいております。お
名前よろしいでしょうか。はい、スキマスイッチボーカル押高です。お願いします。鍵盤の時田慎太郎です。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。実は本当は先週の1週分だったんですけども、はい、取れ高があったみたいでこの2週出ていただくことに。確かにね、なんかちょっと盛り上がっちゃいましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ嬉しいです。よろしくお願いします。そしてスキマスイッチさんは今年の7月13日14日はスキマスイッチさんの地元愛知県で初の主催フェス、スキマフェス開催、おめでとうございます。ありがとうございます。会場は愛知スカイエキスポ、愛知県国際展示場多目的利用地 A 野外。出演アーティストは7月13日土曜日、スキマスイッチさん、小田和正さん、小袋さん、ジュジュさん、スーパービーバーさん、マキシマムザホルモンさん、ゆずさん、そして7月14日日曜日、スキマスイッチさん、生き物係さん、小倉民生さん、スピッツさん、スミカさん、東京スカパラダイスオーケストラさん、緑黄色社会さんということで、はい、めちゃくちゃ豪華ですね。いやーね、こうやって集まっていただけることが何よりこの20年間やってきたもうご褒美だと思ってますね。本当に行きたいです。いや、ぜひぜひ見に行きたい。ちょっとライブ被ってるんでライブ一回キャンセルして。いやいやいや、ダメダメダメ、すいません。本番が被ってるんですね。被っちゃってるんですけど。あ、そうですか。どうしても行きたいのでちょっと一回上に相談して。いや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 、それは自分の本番やって仕事きっちりの後で。そうですね。いや、今回初の主催フェスと書かれてるんですけども。そうなんですよ。フェスをやろうと思ったきっかけは何だったんですか。もうね、何年も前からその自分たち主催のフェス、自分たちが好きな、それから尊敬してるアーティストを呼んで、はい、フェスやりたいねっていう話はしてたんですけど、うん、もう本当にもう何年だろうね、10年近くそんな言ってたんだと思うんですけど、うん、やっと、まあ、20周年っていうのもあって、それがちょっと、20周年、本当にこうドンピシャの年を超えて、はい、今年、まあ、21年目なんですよね、うん、でやっとちょっとだけ落ち着くかなと思って、まあ、ここであの念願だったスキマフェスをやってみようっていうことで。素敵ですね。そしてちょっとあの先週の YouTube の企画なんですけど、はい、一個考えてるの忘れてまして、はいはいはい、あの僕ずっと昔からサッカーをやってて、はいはいはい、サッカーの YouTube も撮りたいなと思います、はいはい、やられてるじゃないですか。僕やってますね。でフットサルもやってて、はいはいはい、あの F リーグの白井川大阪っていう、はい、とこに下部組織で やってたんですよ。よく知ってます僕も。あ、本当ですか。はい、U18 でずっとそこでやらせてもらってたので。すごい。なんか結構 YouTube でもガチガチなフットサルみたいなのも。なんかそこ僕ちょっとあれだ、見てる方がいいかな、っていうぐらいにうまそう、いや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 、そう、そりゃそうでしょう ねでも拓也がね、ジャグリングがすごい、ジャグリングうまいのね。はい、僕から見たらもうとんでもないレベルで、それこそあのお手玉じゃないけど、はい、だからリフティングとなんかできたんやかなとかね。あー、でボールマッシュとかもできるしね。リフティングとジャグリング全然違います。あ、そう、足でやるジャグリングじゃないから全然違う、なんかこうイメージね。そう、大道芸人的なことです。どっちもさんできないんで。本当ですか。本当本当、あの、そうだね、だからサッカー要素プラスアルファ、はい、なんかの、うん、要素を入れてくれたら、まだ一緒に、あの、よく何ですか、あのストラックアウトとかのサッカー版とかもあるじゃないですか、はい、だから、まあ、そういうやつとか、うん、例えばなんか大きなダーツの的みたいにしてあれやっくっつくボールを蹴るとか。あ、ヘディスやったじゃん。え、ヘディスね。ヘディングだけの、すげえ、ヘディス、ヘディングだけの卓球で、ね、ああいうのはもう垣根なくいけるかもしれない、ね、そうですね、ちょっと限定すると、はい、あ、でもそういうなんかマイナースポーツとか、そういうスポーツとかゲームを対決ものとかは僕ら結構好きですよ、うん、ね、うん、ぜひです、僕スポーツ大好きです。あ、じゃあもうそれはぜひぜひやりましょう。もしかしたらメンバー一人連れてきて2対2とかも。あ、いいですね、お父さんお母さんでもいいし。あ、お父さんお母さんでもうちのお父さんとお母さんはもうちょっと出てこれないと思います。うちのなんですけど、すいません、会いたいっていうところです。そして最後になんですけど、この番組が毎週こう気持ちが上向いて進めたくなるような週末をっていうイメージでお届けしていて、最近お二人が、まあ、小さいことでもいいんですけどテンションが上がったなとか、なんか幸せだったなっていう瞬間があったら教えていただきたいなと。テンションが上がった、はい、最近ですね、最近、はい、僕ね、コーラ好きなんですけど、うん、コーラが大好きで、うん、し
かもそのゼロコーラが好きなんですよ、はい、ゼロコーラが好きなんですけど健康のためとかじゃなくて味がってことだね。味が大好きなんですよ、ゼロコーラの味が、はいね、ちょっとわかる気も。普通のコーラはちょっと僕は甘すぎて、はい、その甘さがちょうどよくてゼロコーラ大好きなんですけど、はい、それを本当一日一本以上飲む生活をずっとしてきてたんですよ。一本以上。そうだけどさすがに毎日は良くないんじゃないかとマネージャーに言われて、はい、一時期コーラ立ちしたんですね。あ、なるほど。でなんか断るごとにちょっとしたこうまあ大きな仕事が終わった後とかにたまたまマネージャーがお疲れ様でしたってコーラを差し入れてくれたりとか、はい、でその時にこう飲んでうわ久々コーラうまいなとかって、はい、でこの間ねちょっとあるそのご飯食べながらあのライブできるそのスペースで、はい、ライブやった時に楽屋裏にドリンクがバーっていっぱい置いてあって、はいはい、ゼロコーラ置いてあったんですよ。あら、はい、ゼロコーラ置いてあると思ってまあプシュって開けて1本飲んだんです、はい、めっちゃくちゃ美味しくて、はい、でその時2ステージあったんですよ、はい、で2本飲んだんです。いきなりいっちゃいました。その時のテンションの上がり方これだ昔やってた僕のールーティンじゃないけど、そう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 一回やめちゃうとそのありがたみとか、そうなんですよこれこれと思ってもう水の代わりにコーラ飲んでる感じだったんで、うわーすごいですね、これこれと思ってめっちゃテンション上がりました。うわーでうちらのメンバーも一人世界さんっていう、はいはいはい、めちゃくちゃダンスが控えちめ前人がいるんですけど、はいはいはい、ステージドリンクがコーラなんですよ。動くのにねすごい、なかなかダンサーとかだったら、うん、結構シュワシュワして、ね、そのまま上がってめっちゃ踊るんで、うん、炭酸抜くとかじゃなくて抜くとかじゃないですね、もうあのステージの横とかにステージドリンクがあるんですけど、うん、水水水コーラ水水水すごい一人だけ。あでも僕も多分ステージドリンクコーラいけると思うのいやの歌う時ぐるぐるってなりません、ゲップ出そうね、ぐるぐるってゲップ出そうなりますけど、でもそれぐらいやっぱ愛は、ね、愛はありますね、いいですね。新田さんありますか。そのちょうどそのライブの時に、はい、あちょうどつながってるんですね。そう、拓哉が空いた時間があって、はい、2時間ぐらい、はい、で飯行かないって言って、うん、おいいよねって言って、でメンバーも含めて、はい、あの時4人か、うん、で行った時に拓哉、まあ、がこの同じビルにあの名古屋飯があるよって言って、あ地元のご飯ってやっぱ本当そうですよね、あ やっぱ好きだわって思うなあと。幸せだな。ひつまぶしね。ひつまぶしね。いいですね。やっぱね、まあ、ひつまぶしももちろん好きだし、味噌カツとかそも含めて、うん、名古屋飯行ってやっぱ育ったもんだなっていうのはもう本当ささやかな幸せかもしれないですけど。あでも素敵ですね、うん。やっぱいいですね。やっぱその間とかでも一緒にご飯とか行かれたりするんですね。たまにそうですね、うん。わざわざ休みの日にご飯行こうってことはならないですけど、はい、同じ現場でちょっと時間空いたらなんかひつまぶしあるらしいよとか。いいねっつってね。そうそうそう、ああいやそれは素敵、めちゃくちゃ素敵です。ちょっと牛丼食べ行こうよとか、はい、そういうのはありますね。うわ地元どちらでしたっけ。大阪です僕。そしたらもうたこ焼きとか、うん、そうですね、粉もんとかコテコテなやつはやっぱ。やっぱでも懐かしい感じします。懐かしいですね。でも愛知出身も2人いるんで、結構ファンタスティックスとって愛知めちゃくちゃ大事な場所 で、結構全ツアー回ってるぐらい行かしてもらってます。毎回毎回、はい、それは素敵な場所でお邪魔しております。嬉しい、ね、嬉しいことです、ね、本当に。いや本当にもうお時間ということで、はい、いろんなお話を本当にありがとうございました。たくさんお話していただいて本当に嬉しかったです、はい、デザインはファンタスティックフューチャー、この時間はスキマスイッチ大橋拓也さん、時田慎太郎さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。Be Funky 35th Anniversary FM 802FM802 デザインはファンタスティックフューチャー、ファンタスティックス中島聡太が生放送でお送りしています、番組後半はファンタスティックチョイス、あなたがこの後すぐもしくは今週末までのちょい未来の案件で選択しなければならないことにいい未来が訪れますようにって思いで僕が直感で選択するコーナーです。もうほんと直感なのでなんでだよとかやめてください。本当に直感でございます、ラジオネームあゆみさん、ファンタスティックチョイス宛てメッセージ。今家族でバーベキューに来ているのですが、めっちゃええやん、バーベキュー中に送ってくれてる、すごいね、次食べるお肉を骨付きカルビにするかロースにするかどっちがいいと思いますか、決めてそた。もうタイムリーすぎひん、次食べるものを。これね僕、まあ、普段だったらロースって言うんだけども、ちょっと今回は骨付きカルビ。ファンタスティックチョイス。
ごめんなさい、お待たせしました。もう今すぐ食べてください。多分ね、待ってましたよね、この回答。いや、まあせっかくねバーベキューということで、もう骨付きでガッてい こう手についてもいいんじゃないかなと。もうガブガブいく感じをちょっと見てみたいなと。お待たせしました、骨付きカルビ食べてください。あゆみさんありがとうございます。ラジオネームうなぽんさん、ファンタスティックチョイス。そうたくん、今日はお風呂からお風呂からだから洗う、今日はお風呂だ、あ、今日はお風呂体から洗うか頭から洗うか、どっちがいいと思いますか。今日は頭。ファンタスティックチョイス。これは僕が普段頭から洗ってるからってことですね。まあ頭から洗った方がそのままなんか下に行ける感じがしますけどね。はい、じゃあ今日頭でお願いします。ラジオネーム、ここはどこ、私は誰、私はみのりさんからいただきました。個性が出ておりますラジオネームに。ファンタスティックチョイス、ソータくん、ウィスウィス。授業で名札作らないといけないんですが、何の動物がいいと思いますか。何の動物がいいと思いますか。直感、カメ。ファンタスティックチョイス。これはね、なんかエグザイルビーハッピーっていうファンタスティックスともう一個違うグループを兼任させてもらってるんですけども、そこのなんかこう子供たちに塗り絵をしてもらうっていうコーナーのなんかイラスト描くときに、なんでかわかんないですけど僕カメを描いたんですよ。だからなんか最近カメがね近くにいる気がして、自分の感覚の中でなんかわかんない、カメをね見ることが多いんです。なんか今日も散歩しててカメのなんかグッズみたいなの見えて、あ、カメなんか最近多いなって思うんで、なんか本当に直感なんでカメでお願いします。はい、ラジオネームアリサさん、ソータくん、こんちゃこんちゃ。今から学校の課題するか寝るか決めてください。ソータくんが課題の方を選んでくれたらちゃんとやります。どっちか選んでください。ずっとずっとポジティブ小僧中島が大好きで。いや、ポジティブ小僧じゃん、おしゃべり小僧ですよ、そのポジティブ小僧。じゃあ課題をする、ファンタスティックチョイス。これはもう1時間もうだけ、1時間だけやってください。もう本当にその時間だけやって、1時間過ぎちゃうともうやめていいです。でその中でできる限りのことはもう最大限やってみてはいかがですか、アリサさん。じゃあラジオネームリリコピアさん、ラストですね。ゴールデンウィークだけど普通に仕事でした、泣き。明日は休みなので江ノ島に散歩に行ってみようと思ってるんですが、思い切って始発で起きていくか迷ってます。始発で行くかゆっくり起きていくか、そうちゃんに決めてほしいです。これはもう完全に始発。ファンタスティックチョイス。絶対に始発。しかも明日ちょうど天気いいみたいなんで、もうこの完璧よリリコピアさん。これはもう完全に、まあ、お仕事を頑張ったからね。でこうバタバタで疲れてるかもしんないですけども、もう始発で行ってリフレッシュっていうのが本当に一番いいと思いますよ。まあ、ゆっくり起きていくのもいいと思うんですけども、有効活用とか時間をね。で朝の方の江ノ島とかめちゃくちゃ気持ちいいと思いますよ。だから始発で行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで皆さんメッセージありがとうございます。コーナーの締めにお送りする曲は、フューチャーをキーワードにセレクトしました。今夜は新曲ですね、5月22日に CD シングルとしてリリースされるあいみょんさんの新曲いきましょう。あいみょん節たっぷりな春の夜に優しい音楽だと思います。聴いてください、あいみょんで会いに行くのに。お送りしたリクエストはバウンディでタイムパラドックスでした。こちらはですね、そのリクエストを来ておりまして、ラジオネームはるたさん。そうたくん、こんちゃ、こんちゃ。リクステ行きました。音の惑星が大阪城ホールに帰ってきててとても嬉しかったです。もう聞けない、もう見れないと思っていたからテンション爆上がりでした。めちゃくちゃ叫びました。ファンタスティックスのパフォーマンス最高でした。そして私はメルマガのやわか通信を楽しみにしていたほど、昔は802が大好きでロッキーズ82を聞きながらよく勉強していたので、オチケンさんを生で見れたこともすごく感動しました。確かにね。おびっくりした。そのタクトさんが、すいません、ブースに来てくれてて、タクトさん見ておわって言っちゃった。お疲れ様です、ありがとうございます。そして、最後のバウンディさんが刺さりまくって、バウンディさん本当に圧巻で素敵でした。マジでそう、本当に僕も食らいましたよ。本当あの日からファンタとバウンディさんばっかり聞いてます。やっぱり生歌の破壊力ってすごいですね。ファンタを好きになってなければリクステも行ってないし、あんな素敵なステージに出会えることもなかったんだなと思うと、本当にファンタには感謝しかないです。いつもありがとうございます。楽しい毎日をありがとう。これからもいろんなステージでいろんなファンタスティックスに出会えることを楽しみにしています。はるたさんありがとうございます。
いや本当にね、全皆さん本当にかっこよかったし、最後の最後のバウンディさん本当に僕も食らいましたよ、やっぱり。しかも同世代、僕の一個下の、まあ、世代で、本当に同世代の中で、あれだけのね、こう一人であの人数を魅了して、全員の心を奪っていく。で、こう感動させるっていうね、本当にすごかったの。僕も帰り道聞きましたし、やっぱ食らうのよね、あれはやっぱ。うん、かっこよかったなって。で、しかも、まあ先ほども言わせてもらいましたけど、その後のヒーローインタビューで、バウンディさんともで一対一で話させてもらったんですけども、本当に、いろんなお話を聞かせていただきまして嬉しかったし、それをぜひ、今後の DYFF で楽しみにしていてください、リクエストありがとうございます。ラジオネームサクサクさん、ソータくんこんばんは。こんばんは。今までメッセージしたことなかったけど勇気出してメッセージしてみました、ありがとう、学校の予定があってリクエストステージ行けませんでした、次のライブは絶対行きます、ありがとうございます。ぜひ来てください、本当にラジオとかの、ね、聞いてくれてると思うので、8023のイベントにもぜひお越しください。お願いします。ラジオネーム、姫路のヌーンさん。ソータくん、こんばんは。こんばんは。前回、ファンタスティックチョイスで旅行の行き先を決めてもらい、ありがとうございました。決めてもらった通り、道後温泉に行ってきました。嬉しい。ありましたね。道後温泉どうでした？とても楽しくて、写真も600枚ぐらい撮って、すっごい撮ってる。600枚これ、10秒に、だって10秒に1回撮ってもすんごいよ。すごいね。で、学生時代を思い出し、充実した旅になりました。今は次の行き先を考えているので、またお便り送るので決めてもらえると嬉しいです。本当にありがとうございました。これ全部中島が決めても大丈夫なの？でも嬉しいですね。道後温泉本当に行ってくれたんだ。いいなぁ、温泉。なんか結構、ファンタローの皆さんは温泉に行く人が多いのかな今日温泉の人多いですね。嬉しいですね。ラジオネームなほさん。そうたくん、こんばんちゃちゃ、こんばんちゃちゃ。さっきまで JO1 のたくみくんが出てる映画見に行ってて、今は家で聞いてます。あ、バジーノイズだ。たくみのね、あの映画。見に行きたいな。ファンタはもちろんなんですけども、最近 JO1 にもハマってるので、JO1 とファンタのお話何かあれば聞かせてください。いやーでもね、それこそ匠は逃走中で一緒になって、そうなんですよね、そう一緒になって、まあ映画今公開ちょうどねしましたけども、その後映画を撮影後ですね、もう二人でご飯行って、いやあの同じ関西で同い年なんでめちゃくちゃ気が合うんですよね。で、もう匠もなんですけど、ひたすらボケるんですよ。ボケ数が尋常じゃない、本当に。突っ込みきれないぐらい量やるんですけど、で一緒にご飯食べて、二人で、そのゴルフみたいなやって卓球してみたいな、本当に2人で最後の最後まで楽しんで、めちゃくちゃ学生時代みたいなことをしたんですけども、そうなんですよ、それやって、あとまあ逃走中で言うとスカイも一緒にね、逃走中の撮影時期かな、撮影の時に僕ら2人だけ早めに終わる時間があったんですよ。なのでそのままランチ2人で行ってずっと話したりとかで、ショッピングしたりゆったりしてたんですけども、あのオーバードライブってファンタスティックスのデビュー曲が大好きすぎるらしくて、スカイがずっと歌ってくれるんですよ。だからそれがね、裏話としては嬉しい話で。あともう一人、翔也もね、翔也は趣味が本当に一緒。音楽好きだし、絵も好きだしっていうので、あとレコードを一緒に見に行こうって言ってるのもずっと言ってますね。音楽詳しいんで、翔也ともめちゃくちゃ気が合う。ますね。まあ、そんな感じですね。裏話といえば。ありがとうございます。次はですね、僕が最近出会った曲でみんなに聴いてほしい曲を選んできたんですけども、この方はですね、EXPG スタジオという僕が行っていた LDH のダンススクールがあって、その同じ EXPG 生なんですけども、まあ、東京でもたまにご飯行ったりするんですけど、めちゃくちゃいい曲を出してて、まあ、声もいいし、歌もいいしっていうので、ぜひ皆さんに聴いてほしいなと思い選んできました。聴いてください。ノンパルスで、夢見草。ラストナンバーはザ・レモンツイグスでペパーミントローゼスでした。こちらニューヨークの兄弟デュオで今日リリースになったニューアルバム A Dream Is All We Know ですね、 A Dream Is All We Know に収録されています。FM802 デザインはファンタスティックフューチャーファンタスティックス中島聡太が1時間生放送でお送りしてきました。皆さん生放送ありがとうございました。もう今日もね、たくさんのメッセージ読ませていただきまして、このどこで聞いてるのかとかも聞きましたけども、温泉帰りの歩きながらだったりとか、
バイト休憩中のバイトのスペースだったりとかも嬉しい。バイトここからまだあるって考えるとね、すごい働き者ですね。ゴールデンウィークですけども頑張ってください。そしてですね、まあ、ファンタスティックスごとで言いますと、明日の、9時半から、まあ、関西ではやってないんですけども、王様のブランチという番組に、相方のゆうせいくんと、ロケやってきたんですけども、それの、放送がありまして、母の日のプレゼント特集で、まあ、今やらせてもらってますリアデイというヘアブラシの、こうロケもさせていただいたので、まあ、大阪の皆さんとかは TVer とかでも多分見れると思いますので、よかったら盛り上げてほしいなと思います。 FM802 この後夜9時からは高木梨沙さんのロッキッズ802です。僕中島颯太とはまた来週この時間にお会いしましょう。まあ、週末天気も良さそうですし、お休みの方はしっかりゴールデンウィーク楽しんで、まあ、お仕事の方は楽しみながら一緒に頑張っていきましょう。ということで今週もありがとうございました。最後にバイチャーバイチャーバイチャー7回7回7回